セーレーン。セーレーンはギリシア神話に登場する海の怪物である。複数形はセーレーネス。上半身が人間の女性で、下半身は鳥の姿とされるが後世には魚の姿をしているとされた。海の航路上の岩礁から美しい歌声で、航行中の人を惑わし、遭難やナンパに合わせる。歌声に魅惑されて、挙句セーレーンに食い殺された船人たちの骨は、島に山をなしたという。その名の語源は、紐で縛る、干上がるという意味のセーラゼーンではないかという説が、有力である。長母音記号省略表記のセーレーンでも知られるが、長音記号付き表記も一般的である。上記のギリシア語は、ラテン語化されて、シーレーン、サイレン、複数形、シーレーネスシレンとなり、そこから、英語サイレン、サイレン、フランス語、シレーヌ、シレン、ドイツ語、ジレーネ、シレーネ、イタリア語、シレーナ、シレナ、ロシア語、シリエーナ、といった各国語形へ派生している。英語では、養父という意味にも使われている。セーレーンは、川の神アケローストムーサのメルポメネー、ビブリオテーケーあるいはテルプシコラー、ノンノス、ディオニューソスタン、あるいはカリオペー。アイネーイスと娘とされる。2人、3人、あるいは5人であるとされている。何人姉妹で構成されるかについては、諸説あり、2人の場合はヒメロペー、優しい、声の意図、テルクシエペアー、魅惑、的な声、3姉妹では、レウコシアー、シロ、リゲアー、カナキリ、声パルテノペー、処女の声、4姉妹では、テルクシオペアー、魅惑の声アグラオペーメー、美しい声ペイシノエー、説得、敵モルペー、歌からなると言われる。ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌス、ギリシャ神話集では、テレース、ライドネー、モルペー、テルクシオペーの4姉妹で構成されている。元はニュムペーあるいは人間で、ペルセポネーに仕えていたが、ペルセポネーがハーデースに誘拐された後に、ペルセポネーを探すために自ら願って、鳥の翼を得た変身物語による。他、ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌス、ギリシャ神話集では、誘拐を許したことをケレースに責められ、鳥に変えられたとされる。オデュッセイア・エウスタティウス中では、誘拐を悲しんで恋愛をしようとしなかったため、アプロディーテへの怒りを買い、鳥に変えられたとされる。パウサニアス、ギリシア案内記では、ムーサと歌で競い合い、勝負に負けて、ムーサの冠を作るために羽をむしり取られたとされる。セーレーンは、ホメーロスのオデュッセイアに登場する。オデュッセウスの帰路の際、彼は歌を聴いて楽しみたいと思い、船員には、ろうで耳栓をさせ、自身をマストに縛り付け決して解かないよう船員に命じた。歌が聞こえると、オデュッセウスは、セーレーンの元へ行こうと暴れたが、船員は、ますます強く、彼を縛った。船が遠ざかり歌が聞こえなくなると、落ち着いたオデュッセウスは初めて船員に耳栓を外すよう命じた。ホメーロスは、セーレーンのその後を語らないが、神話物語集によれば、セーレーンが歌を聴かせて生き残った人間が現れた。時には、セーレーンは死ぬ運命となっていたため、海に身を投げて自殺した。死体は岩となり、岩礁の一部になったという。しかし声だけは死なず、現在でも、ある時期になると、セーレーンの歌声が聞こえ、船員がその声を聞いた船は沈没すると言われる。アルゴナウティカにも登場する。イアーソー・オン・ラ・アルゴナウタイが、セーレーンの岩礁に近づくと、乗組員オルペウスがライアーをかき鳴らして、歌を打ち消すことができた。しかしブーテースのみは歌に惹かれて、海に飛び込み泳ぎ去ってしまった。中世以降は、半人半鳥でなく、人魚のような半人半魚の怪物として記述されている。これは古代において海岸の陸地を目印に航海していたのに対し、中世に羅針盤が発明されて沖合を遠くまで航海生きるようになったことから、セーレーンのイメージが海岸の岩場の鳥から大海の魚へと変化したためではないかと考えられている。この頃には、海でセーレーンにあったという記述が旅行記に記されるようになる。ゲーテのファウストなどに登場し、怪物としての性格が強まった。後世には人魚や水の精などとも表現されるようになり、西洋絵画においてはとりわけ世紀末芸術で好まれる画題となった。セイレームを描いた図像には、二股に分かれたヒレを備えた魚の下半身となっているものがしばしば見られる。20世紀のフランスの美術史家によれば、セイレーンのこうした図像の構図は古代のアーですでに見られており、アジア起源の構図がヨーロッパに伝えられて様々な図像で用いられたという。西洋絵画では、セイレーンはしばしば描かれてきたが、特にラファエル前派以降のイギリスの画家たちが男たちを誘惑する甘美なセイレーンの姿を描いている。フランス象徴主義の画家ギュスターブ・モローも、セイレーンたち、1882年、詩人とセイレーン、1893年といった作品を描いたが、ギュスターブ・アドルフ・モッサは、飽食の船員、1905年で、むしろ人を殺す残酷な一面を描いている。その他、パウル・クレーのセイレーンの卵、1937年、ポール・デルボーのセイレーンたちの村、1942年、偉大なるセイレーンたち、1947年、パブロ・ピカソのオデュッセウスとセイレーンたち、1947年、といった作品がある。セイレーンの名は、カート・ボネガットの小説、タイタンの幼女の現代にも普通名詞として複数型で使用されている。セイレーンはまたアメリカ合衆国で創業したコーヒーチェーン店のスターバックスのロゴマークにも描かれている。そこでのセイレーンの下半身は魚で、ヒレは二股に分かれている。ロゴのデザインの参考になったのはギリシア神話ではなく創業時のスタッフが見つけたノルウェーの古い木版画に描かれていた。二股のヒレを持つセイレーンであるとい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。